カロリーナ・ロレンシーにカロリーナ・ロレンシーにはアルゼンチン最初の女性パイロットであるブエノスアイレスに生まれた父親は靴屋で8人兄弟の7番目の子供として生まれた生まれた町で最初の車を運転した女性であったという話もある熱心に運動に取り組み乗馬、想定、陸上競技、ホッケーの選手で1925年に陸上競技のチャンピオンになった 電話会社のタイピストとして働きながら何度も手紙などで交渉し、1931年9月6日、アルゼンチン飛行クラブに入会し、自分の持ち物をすべて売り払って飛行訓練の資金を作った。1933年11月4日にアルゼンチンの初の女性パイロットとして民間パイロットの免許を取得し、さらに南米の女性として 最初の飛行教官の資格を得た。アルゼンチンの社会の伝統的な価値観にとっては、彼女の飛行服姿は、反発を招き、ガウチョ姿の飛行士アビエーターガウコなどの避難を、呼んだ。1935年アルゼンチンの航空機会社フマの国産機で、解放座席の単用服崎アシーさんを使って1935年3月31日に、高度飛行記録、 5381メートルを作って有名になり、1940年には FW44 でアルゼンチンの14の州を回る飛行を行った。1941年ブエノスアイレスの飛行イベントで極技飛行に失敗して地上に激突して死亡した。ありがとうございます。